クビキアは、東日本旅客鉄道が、新井駅新潟駅間を、新越本線経由で運行していた、快速列車である。本港では、長野駅、直越駅間を、新越本線経由で運行していた普通列車、秒光、及び、クビキアの前進列車である特急、みのりなど、新越本線の長野駅北を運行していた、優等列車の遠隔についても記載する。 北陸新幹線が先行開業した1997年10月1日のダイヤ改正では、長野駅で新幹線と接続する列車として、長野駅、高田駅、新潟駅間の特急、実りが3往復、長野駅、直江津駅間の快速、新越リレー、妙高が8往復設定された。だが、首都圏と新潟県を行き来するには、 上越新幹線や北越急行北北線などの利用が一般的で、実りや新越リレー妙高の利用は低迷し、本数減や運行区間の短縮を繰り返した。実りは運行末期には高田駅北のみでの運行となり、同時期には新越リレー妙高は3往復にまで減少しており、当初の役割だった長野駅での新幹線との接続機能は衰退し、 新潟県や長野県の中での都市間輸送の役割が強くなっていった。2002年12月1日のダイヤ改正では廃止された実りの代替として快速、クビキアが運行開始し、新越リレー妙高は妙高に列車名を変更している。なお、妙高はほとんどが普通列車としての運行になったが、指定席が連結されているため固有の列車名が設定されている。 北陸新幹線の長野駅金沢駅間、延伸開業に伴う2015年3月14日のダイヤ改正をもって、クビキア、妙高を共に廃止された。同日から、新潟県上越地方と新潟駅の間は、クビキアと特急、北越に代わって、荒井駅、上越妙高駅新潟駅間の特急、白雪号服、直越駅新潟駅間の快速、おはよう新越、 ラク、トレイン新越計1往復のほか、快速列車が、荒井駅新潟駅間に往復、糸井川駅新潟駅間1往復の合計9往復の特急、快速列車が運行されている。一方、明光の運行区間であった長野駅、名越駅間は、並行在来線として、両県の第3セクター鉄道へ移管され、 品の鉄道北品の線をおよび越後と決めき、鉄道妙高はね馬、ラインとなったが、長野駅、新井駅間の定期列車には、快速列車等は設定されておらず、普通列車のみの運行となっている。首木や妙高を共に、列車愛称の由来は、通過地域を代表する地名に由来する。列車愛称の由来を参照されたい。新井駅新潟駅間で1日3往復が、 運行され、このうち6号の直江津駅、新井駅間は普通列車として運行されていた。直江津駅新潟駅間では、停車駅を特急列車並みに絞り込み、特急、北越の停車駅及び、区内駅にしか停車せず、この区間の所要時間は、特急より10分程度遅いのみであった。停車駅が一駅差でありながら所要時間が10分、程度違っていたのは、 特急の時速 120km 運転に対し、快速は通常時速 100km に制限されていたためである。新潟車両センター所属の485、軽電車により運行されていた。1号車は、半室普通車指定席、半室グリーン車指定席となっていた。荒駅北荒駅脇の台木南高田駅、高田駅かすが山駅、直江津駅柿崎駅柏崎駅、 宮内駅長岡駅三木駅東三条駅、鴨駅新津駅新潟駅長野駅、直越駅間で1日3往復を運転していた。2号は快速列車、その他の列車は普通列車である。廃止された特急、浅間、白山の代替的な要素を持っていて、全列車長野駅での新幹線接続に考慮したダイヤ設定になっていた。なお、通常同期は、 各列車とも最後尾の車両は指定席車両。ただし、季節等によって、上りでは5号車、下りでは2号車も指定席車両となることもあった。長野総合車両センター183.189、軽電車。直江津駅、春日山駅、高田駅、荒井駅、妙高高原駅、黒姫駅、小館駅、村駅、豊野駅、三歳駅,駅、北、長野駅、長野駅、みりハッ ABC。 鉄道記録帳2002年12月、レールファン第50巻、第2号、鉄道友の会、2003年3月1日、24ページ。ABCDE、JR6 社が、秋のダイヤ改正。交通新聞、P1、富山勝彦、鉄道記録帳2002年11月、レールファン第50巻、第2号、鉄道友の会、2003年2月1日、20ページ。 2012年3月ダイヤ改正について、東日本旅客鉄道長野支社2011年12月16日、2015年3月のダイヤ改正について、東日本旅客鉄道新潟支社、オリジナルの2014年12月22日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/2014122204529/http コロンスラッシュスラッシュ www.jrniigata.co.jp スラッシュ s c r i p d s スラッシュプレススラッシュ 2015.3.14all.pdf2014 年12月19日閲覧。ありがとうございます。